去年1年間の県内で倒産した企業の件数は22件で過去最も少なかった前年と同数となりました一方で負債総額は2年ぶりに前年を上回り30億円を超えています東京商工リサーチ探し店によりますと去年1000万円以上の負債を抱えて倒産した企業は1971年の集計開始以来 最も少なかった前年と同じ22件です負債総額は31億5600万円で過去6番目の低水準ながら前年を75.8%上回りましたこのうち負債額1億円以上の倒産は前年より5件多い10件です近年の傾向であった小口倒産が主流の状況から変化しつつあるということです また新型コロナ関連の倒産は前年より5件多い11件で全体の半数を占めています東京商工リサーチ探し店は今後コロナ関連の借入れ返済が始まる企業もさらに増えることから今年の企業倒産はコロナ前の水準に戻る可能性が高まっているとしています